それではよろしくお願いいたします。マイク入ってますでしょうか。皆さんこんにちは。シュリニ・グラップと申します。プロダクトデザイン担当のバイスプレゼントを務めております。今回ですね、このような機会をいただいて皆さんと一緒にこのようなお話をできることを本当に私は大きな声を覚えております。3番目のデスクでございますけれども、この25年間、私は幸運にもですね、このさまざまなこの、インターネットセキュリティ、モバイル、特にこの6年はクラウドの分野でいろいろなこの、事業の展開を成功に導いてまいりました。特にこのクラリスファイルメーカーのコミュニティの方々との関係は私にとって非常にスペシャルな関係があると考えています。本当にですね、私たちがこのデジタル戦略を実現しておくで、皆様方のご意見の間は非常にこの重要なものであるというふうに、これより私たちは尊敬しておりますので、本当に今回このような発表をいただくこと本当に興奮しております。さて、今回いただいた時間の中で、今私たちが今この会社にて、まあ、どういうこのジャーニーを結果しているのかについてお話をしたいと思います。今日午前中のキーノートを聞かれた方、手を挙げていただけると嬉しいんですが、ほとんどの方は聞いてくださったようですが、さて、今何を私たちがやっているのか、エキサイティングなプロジェクトをやっておりまして、一部ご紹介しております。ソフトウェアの時代におきまして、今私たちは最高の時代を生きているというふうに私は考えています。アラン・チューリングはこの AI の、 この進化60年前にスタートさせました。そして現在はこのチューリングテストという表現が有名ですけれども、当時の重要な質問として、マシンというものが本当に人間に対して本当にこのその存在感を示すことができるのかという、この質問が出てきたわけでございますが、さて、今、私たちの時代というのは、間違いなく、今、私たちは例えば Siri と一緒になってですね、私たちは言語、そしてテキスト、そして感情、エモーションというものをですね、実際に私たちは検索することができる、本当に素晴らしい時代背景ですから、本当に素晴らしい時代になっていると思います。この問題、この解決として私たちは実際のこのエキスペアリエンスをぜひですね、作っていける時代だと考えています。さて、私たちのこのジャーニーを簡単にまとめてみますけど、ファイルメーカー、そしてクラシーにおきまして、私たちはお客様に対しましてデジタル戦略に対しまして、皆様方の参加というものを求めました。ペーパーからクライアントサーバーのアプリケーションにシフトいたしました。そしてその後はインターネットの時代です。すなわちこのアプリケーションをこのウェブで利用することができるようになりました。そしてお互いがつながって、そして組織がつながっていきます。そしてその後で Apple、 そして iOS、 そして iPhone の登場によってモバイルアプリケーションというものが出てきました。そしてオンプレミス、そしてクラウドのバックエンドと連携するようになったわけでございます。さて、今私たちは次の非常に大きなこのソフトウェアの時代に突入しています。すなわちトランスフォーメーションの時代です。特にこれはこの AI が重要なドライバーです。そしてオーケストレーション、そして自動化、こうしたドライバーが存在しますけれども、ここではですね、いかにして新しいデジタル経験というものを持ち出していくのか、すなわちモバイルの先進技術、そしてクラウドの先進技術を活用してということになります。そしてこれによってワークプレスが変わってまいります。そしてこのトランスフォーメーションというものを私たち、例えば自動運転もそうですし、そしてより良い医療環境、そしてより良い教育環境というものが生まれてきています。私たちにとっての大きなチャンスというふうに考えております。さて、一つ事例としてですね、ご紹介したいものがあります。まさしくこれです。さて、私たちの方多くが現在どこにいても、そしてどこに行く必要があったとしても、非常にこのシンプルなこのモバイルアプリケーションをタッチすることによって、しかも最高のこのマーケットプライスで、この目的を達成できます。さて、このようなトランスフォーメーションが起きているところでございますけれども、このトランスフォーメーションというのは、アイデアそのものです。すなわち、あらゆるこの市民が、この、
What a driver. ライダーとしてドライバーとして参画することができる。そして新しいマーケティングの経済を作っていきます。シンプルなアイデアからスタートしました。シンプルなモバイルアプリケーションからスタートしました。このようなトランスフォーメーションは単にこの輸送方法を見るのに限定されません。例えばアプローチで新しいデバイスが出ます。どうでしょうか、5年前、10年前、誰が考えたでしょうか。 get your own ECG 自分のこの心電図 ECG をですね、30秒以内に皆さんのこの腕に表示することができる。誰がそういう構想を持つことができるでしょうか。ウェアラブルのセンサー、そしてこの AR を通じてより良いこのヘルスケアのこのアウトカムが生まれています。より良いこのラーニングのアウトカムが生まれています。And this is our opportunity at Claris. All of us together, we are going to transform the workplaces around us to create better outcomes across all industries. This is our opportunity. By participating in this next opportunity, we are going to create an economic value that's now represented as a multi-billion dollar. This opportunity is comprised ofWhat we traditionally represent as low-code, no-code, and pro-code application development platforms with integration and orchestration and robotic process automation at the backdrop of AI and the cloud. These are all Claris platform pillars. This is how we are going to participate in the creation of new economic value by creating better outcomes for our customers.And this is not a new vision. This is something that we have always thought about at Claris and FileMaker. When we introduced Workplace Innovation Platform, this has been our vision. It all starts with FileMaker, where we start creating the custom application. And with a new product that we just launched, which is Claris Connect, an integration orchestration platform,came to us by an acquisition of a company called StandPlay. Together with FileMaker and the Claris Connect, we now allow us to create new digital experiences, or what I refer to as modern apps, and then start transforming the workplaces on the industry. So how do we do this? さて具体的なやり方ですが、At Claris, さてクラリスにおきまして、our roadmap, 私たちのロードマップ、私たちのイノベーションというのは、4つの技術的なこの柱で構成されています。さて私たち何をしても全てこの4つのテクノロジーをこの提携いたします。まず最初はいわゆるクラウドファーストという柱でございます。クラウドオンリーでは決してありません。クラウドファーストということになります。クラウドファーストという意味ですが、ただ単にこれはレジリティまたはフォームファクターが変わるサーバーからそしてクラウドの方にシフトするだけではありません。クラウドファーストというのはこのセキュリティがさらに良くなる。クラウドファーストというのはシームレスなこのアビリティがそこにあってクラウドサービスがつながっていく、データサービスがつながっていくというのがあります。クラウドファーストというのはより良いインサート、より AI という意味を持っています。クラウドファースト戦略というのは本当に私たちにとって重要な戦略でございます。さて第2の柱でございますけれども、モバイルウェブでございます。私たちは今生きているこの世界にいろんなこのデバイスが登場しています。そしてユーザーさんは、そして私たちが作ったアプリケーションをそこで使おうとします。モバイル、デスクトップ、ウェアラブル、ウォッチの話も申しましたが、私たちはベストエクスペリエンスを提供していきたい。クラリスはあくまでもベストユーザーエクスペリエンスということで世界に広げたいと考えています。だからこそ私たちは多くのリソースをウェブ、そしてネイティブモバイルエクスペリエンスに投資をしてファーストクラスシーズンとして投資をしているわけでございます。3番目の柱です。こちらが統合、この API、 そしてオーケストレーションのスペースでございます。さて現在の私たちの世界におきまして、たくさんのビルディングブロックというものが利用できるようになっています。例えば決済をですね、実際に皆さんのこのアプリケーションに移行する際にゼロから皆様方スタートしてしまうわけではありません。ただ単に簡単に最高のまあこの課金サービス、例えば日本のマーケットで最高の課金サービスを見つけて、それをですねこの RESTful API に導入するわけでございます。RESTful API に導入するわけでございます。またはこのアプリケーションにこのこういうこのアプリケーションを設計するときに、あくまでもすでに利用できるものを連結するわけでございます。皆様方のアイデアというのはどのようにしてこうしたサービスをこの
best experience, the best application experience. And the last but not least are advanced technologies such as AI, IoT.という柱がございます。ブロックチェーンもこの中に入っておりますけれども、クラリスのプロダクトロードマップ、クラリスのプラットフォーム、そしてこの4つのこの柱で構成されています。So now let's me look at さて、ここで What's our roadmap is 我々のロードマップはどのような展開か見ていきましょう。我々のロードマップ2つの路線で整えています。まず最初に一番重要なトラックとしてはファイルメーカーです。ファイルメーカーは我々の成功の基礎となってきました。今までの我々の旅路を支えてきたわけです。そして今後数十年もそうあり続けると思います。多くのリソースをこのファイルメーカーの刷新のために注入しています。デモでまた機能をご覧いただけると思います。そして我々の戦略の2本目の柱、これも重要なものですが、クラリスはもう1製品だけ売っている会社ではありません。より多くの製品を導入していきます。そしてこの動きは発表を行ったばかりで、今1月に GA になりますクラリスコネクトと、それからクラリスコネクトがまず最初の別の製品になってきます。そしてまたクラリスネクストジェンと呼んでいるクラリスの次世代製品ですね。こちらに力を注いでいきます。クラリスファイルメーカーですけれども、まずこれが第一の柱ですね。クラウドファーストの柱に沿っていくものになります。クラウドの戦略というのはとても慎重に考えられたものです。クラウドオンリーの会社だとは言っていないわけなんです。クラリスはクラウドファーストの企業になります。オンプレミスはクラウド戦略の重要な一部を成しているということです。なぜファイルメーカークラウドの製品を出していくのか。オンプレミスのエクスペリエンスもクラウドエクスペリエンスと同等のものにしていきたいということです。オンプレミスにあろうが、あるいはクラウド上にあろうが、同じユーザーエクスペリエンスを享受することができる。コンソールも同じ、セキュリティも同じレベル、シングルサインオンで使えて、マーケットプレイスもオンプレミスでもクラウドでも使えるということですね。これは非常に我々にとって重要な要素です。我々のクラウドファーストストラテ戦略、3つの柱があります。まずクラウドの新製品ということですね。新しい製品を構築するとき、まずはクラウドで構築をします。その素晴らしい例がクラリスコネクトです。統合の製品ですね。これから出していくものになります。クラウドテクノロジーの製品になります。なぜクラウドで製品を、新製品を出していくのか。で、同じ能力をオンプレミスでも統合させていくからです。で、ファイルメーカーオンプレミスとつないでいくことができます。で、またクラウド上にあるいかなるデータサービスもオンプレミスで使っていくことができます。すべてがオンプレミスとも統合していくことができるわけです。クラウドのようなカスタマーエクスペリエンスをオンプレミスでも提供することができます。したがってクラウドファーストということを言っているわけです。そして2つ目ですけれども、これはクラウドへの移行です。皆様がクラウドに移行したいというとき、皆さんのクラウドへの移行の旅路をシームレスに、そして最も簡単なものにしていきます。マイグレーションツールも開発をしています。皆さんのアプリ、皆さんのデータ、データスキーマをシームレスにクラウドに移行させることができます。そして、クラウドファースト戦略の3つ目の要素、これがオンプレミスです。多くのお客様が世界中で、ローカルのさまざまなデータ主権などの規制に縛られているということを理解しています。ですから、皆様、オンプレミスも持ち続けなければいけない状況にあるということを我々十分分かっているわけです。で、そこで、オンプレミスに残り続ける柔軟性を提供するために、オンプレミスのエクスペリエンスも最新の素晴らしいものにしていこうと考えています。OS についても最新のもの、そしてオンプレミスのサーバーもクラウドと同じようなテクノロジー経験を享受することができる。 AI のテクノロジーも使っていきます。そしてクラウドで最新のものが開発されればオンプレミスでも使うことができる。新製品はクラウドでスタートして、クラウドへの移行はシームレスにする。そしてオンプレミスでは最高のエクスペリエンスを提供するということです。で、エクスペリエンスはどんな形になっているでしょう。
ょう。今クラリスファイルメーカーストアに行ってユーザーの数を選んでどの製品ということをしてすればコンソールですぐに立ち上げていくことができます。アプリを管理し、そしてユーザーを管理し、そしてご自身のアプリを作ることができます。もう3つのステップで済んでしまうわけです。これでもうアプリが立ち上がって走ってきます。このシームレスなエクスペリエンスを作るために非常に多くのリソースを投入しています。まずナンバーワンとしてクラリスクラウドがベストブリードのセキュリティのフィーチャーを持つようにしています。いくつか例がここに挙げてあります。 DevSecOps のチームは暗号化を盛り込みました。暗号化、鍵はハードウェアセキュリティボタルに格納されています。これによって最高のエクスペリエンスが出てきます。 FIPS140 レベル3に適合する経験なわけです。したがってブルートフォースのアタックですとか標的型攻撃に対抗することができます。そしてアドバンストセキュリティケイパビリティ、AI を使いまして、あるいはマシンラーニングを使いまして、最新の脅威に対抗することができます。そしてまた、これらすべての先進的なセキュリティ能力を展開していくことができるわけです。クラリスでは、我々のアプリがセキュアでベストなエクスペリエンスを提供するようにしています。で、ベストなセキュリティをクラウドのオファリングを通じて皆様に届けられるというのは我々の責任であるわけです。2つ目、DevOps も重要な部分です。非常にアジャイルな世界に我々生きています。より多くの製品により多くの新しい能力が積み増されています。 DevOps のプログラムではよりアップデートをシームレスな形でどんどん出していくことができることを目指しています。そして監視をして可用性を上げていくということですね。24時間365日の可用性を保証していきます。そしてクラウド、世界中でクラウドを立ち上げています。 US の後次のリージョンとしては日本です。私の今までの経験によりますと、お客様により良いサービスを提供するためにはローカルでクラウドが必要だ。皆様の隣にクラウドがなければいけないというふうに考えているからです。でこれがクラウド戦略でした。そして2つ目、 Web & Mobile の世界ですね。こちらは最も重要な要素になるかと思います。アプリはベストエクスペリエンスをお届けしなければいけません。これが我々のアイデンティティであるわけです。でしたがってこの分野、最もモダンなモバイルとウェブのエクスペリエンスをお届けするために資源を投入しています。2019年何をやってきたかということですけれども、ウェスリー・パウエルに登壇してデモをしてもらいたいと思います。 Great. Thank you, Srini. Srini, ありがとうございました。ちゃちゃっと立ち上げていきたいと思いますけれども、でもですね、皆様にこうしてお話しできますことを非常にエキサイティングに思います。クラウド、モバイル、ウェブのデモンストレーションです。今朝お見せしたものよりもう少しディープダイブで深いところをお見せいたします。まずは設定ですけれども、この旅路というのはまずはパワフルなカスタマーアプリを作っていくところから始まるわけですね。で、様々なダイナミックのテンプレートもあります。で、ウェブオーサリングの非常にリッチな機能を使いまして、パワフルなカスタマイゼーションを行うことができます。そしてまた最先端のウェブコンサンプションのエクスペリエンスを提供しております。すべてウェブフロントエンド、最新のテクノロジー、リアクトのようなものを使って構築をしているわけです。そしてコンサンプションとオーサリングについても何の障害もない状況になっています。
As I load my custom app for my car dealership, you can instantly see all of the layout objects and different data types available to me. So a big breakthrough in our web design is the concept of relative positioning. All the objects are positioned relative to their nearest sibling, which allows them to space out evenly to prevent any overlapping in translocation issues. It also allows me to resize objects as a group.サイズを変えていくこともできます。で、そうするとこれに合わせて全部下に下がっていくわけですね。A scenario would be if I want to switch first name and last name. 例えばファーストネームとラストネームを入れ替えたいという時も、簡単にドラッグして、そして名前の方を姓の下に持っていくということができます。そうするとみんなずれていくわけです。プレースホルダー、UI オブジェクトが、ファーストネームがどこに行くべきかということをちゃんと分かっているわけです。Being a native JavaScript application, we have near limitless undo and redo capabilities. So if that drop isn't what I intended, I can simply undo it, and then I can always go back to my previous state.元に戻します。そしてもう一つはリドゥやり直しの作業も簡単にできます。さて、もう一つ重要なこのスマートインスペクターというフィーチャーがございまして、さて、オブジェクトをここで選択します。メダの方に来てですね、メダのルックアンドフィールを変えようとしています。レイアウトのオブジェクトがありますので、例えば今回はこのイメージをこのイメージを選択して、そしてバックグラウンドのカラーも変更いたします。レッドに変えます。またはこのコンポーネントコンポーネントを使って、よりですね、きめ細かなですね、この色に変えることも可能です。それから今回、フォント、スタイルからサイズの調整機能もサポートできていまして、例えばボールドを選びました。黄色にします。I can also change the data. それからデータをも変えることができます。レコードから来ているデータを変えます。ウェブオーサリングのこのマークしていきまして、ラベルこのフィールドをですね、きちんとですね、タイトにして自由にこの移動させることも可能になっています。さて、次はこのイエローカラーのマッチングです。そしてセッティングを例えば右の方にこの合わせとか、またはインライン。の編集をここで行うこともできます。ラストネームにしました。それからさらにマージンだとかこのパッティング、このシフティングをですね、自由に変更することです。非常に簡単に使えるコンポーネントがありますが、ご覧のように中に入ってきますと、ご覧のように非常にこの洗練されたこの編集機能が準備されています。さて、モダンウェブエクスペリエンスをここでは作ろうと考えています。レスポンシブレイアウトということになります。さて、具体的に申し上げますと、新しいこのフィーチャーでダイナミックグリッドシステムMost other web-based products only provide two or three column layouts, which we defaulted to in this initial state. You can see I have two columns, a left column and a right column, and they're indicated by the white dashed lines. So real quick, I'm going to resize this column, and I can shrink it, expand it, then I'm going to shrink this one. And I would like to introduce you to our relative containerナラティブコンテナオブジェクトと呼んでいるんですが、さてこれによってダイナミックグリッドシステムがこの操作できます。左上ご覧のようにこのドラッグダウンしました。そしてサイズも変えました。自由にですね、このレイアウトを移動させることが可能ですし、それからもちろんこの削除することもできます。ごめんなさい、まず選択してということでした。こちらはですね、実際にこの追加してこのさらにこのカスタムコースになりますが、この真ん中のコロンですけども、ご覧のようにこの高さ、それからこの幅をですね、自由に変えることができます。右と右のコロンと同じにしました。マルチセレクトがありますので、こちらに入ってきまして、いろんなこのレイアウトオブジェクト、例えばこのドラッグオペレーション、そしてこれを真ん中のコラムで行います。ファイルメーカーにはこのユーザーインディケーションがありまして、どこにこれをドロップするのか、簡単に操作できます。さて、ラティブポジショニングに関してのデモがございますけれども、このコラムにこの追加されるものはですね、非常に簡単に操作できます。もう一つのフィーチャーですけれども、さらにイメージをドラッグ
く できますけれども、今のようにここがちょっとスペースが余っています。この簡単です。このシフトキーをですね、この押さえて、そしてドロップしますと、ご覧のようにこの全てのレイアウトのオブジェクトが右から左まできちんと埋まりました。これによって非常に高いこの柔軟性というものをですね、このアプリに対して提供することができると、ファーストクラスのウェブエクスペリエンスがこれで実現できると思います。さて、このダイナミックグリッドシステムのこのパワーですね、このさらにですね、お見せするためにここでフォトセクションを追加いたします。大きくしておりますが。Up at the status toolbar, we also provide other tools, so I could insert a shape if I wanted, drag it into my footer section, so I'm going to delete that. I also have the flexibility to enter static text, and by using the smart inspector, I can grow it, configure the fonts, and have full customization. But,My solution already has the information I'm looking for. So I'm going to simply drag these two items into my newly created footer section. And I really like my corporate logo here. So I'm going to grow it and expand it.With the power of native JavaScript, we have the ability to zoom in and zoom out at variable levels without affecting the application Chrome. So I can shrink it to get an outside view, but for now I'm going to keep it at 100%. It's also worth mentioning that this entire application, web application, is built with mobile and responsive design in mind. So when I resize the window, the status toolbar on the top,We'll shift to the left-hand side to make this experience first class on an iPad or other mobile devices. An important feature of the web experience is navigation. On the left-hand side, we have an easy-to-use layout navigator that organizes all of your information by layout and data source. If you want a custom layout that goes beyond out of the box experience, we do have a new layout workflow. So if you want to create a layout perfect for desktop, tablet, and mobile, it's right here at your fingertips. You can choose which iPhone you want to create for. Building a custom app, we leverage a new feature with add-on components. The add-on components provide huge pieces of functionality so you can take building blocks, add them to your custom app, and get a rich user experience. This provides out-of-the-box features such as attachments, notes, and people. And with this web experience, as I mentioned, mobile is a critical form factor for us, so everything is touch friendly. I can manipulate my layouts through touch icons such as rename, delete, and duplicate listed here. In the lower left, I have my component picker. Right now, it's showing me all the layout objects available to me or that have already been added to my layout.I can search for existing ones to dial in exactly what I'm looking for. But what I'm going to do is create a new one. 今回新しいものを作って追加いたします。まずは先ほどのレイアウトを保存します。さて、何をやったかと言いますと、新しいドロップダウンのリストを作ります。プライオリティというフィールド名にしました。ハイにします。Save it.保存します。 and easily drag it ご覧のように簡単に to my column, creating brand new functionality with my custom app. カスタムアップの新しいこの機能を作りました。最後にプレビューの方ですが、first class web consumption. ファーストクラスウェブコンサプションのプレビューです。 I'm going to click on this icon here,上のアイコンを which is going to show my custom app using absolute positioning with fixed XY coordinates. When I resize the browser window, you'll notice it clips due to absolute positioning, but I have a great button up here which will transform the layout
layout from absolute positioning to relative positioning. You can see the layout immediately expands the full window size. And as I shrink the window, the layout responds accordingly. So you can imagine your iPad being shifted from landscape to portrait mode, and all the layout objects fall in line and are easily accessible. So again, to recap, FileMaker is creating a first-class web experience with relative positioning, the power of responsive layouts, the functionality provided by add-on components, a smart inspector that really lets you dial in the look and feel of your application, and leveraging native consumption using JavaScript. Thank you very much. Thank you, Wes. And that's a very exciting demo. What I would like to mention is that's not a demo where. That's a real product. That's the FileMaker 19, which is already in trial. I would encourage all of you to participate in the FileMaker trial and give us feedback. And the second pillar, The second pillar is mobile. As I said earlier, mobile is extremely important for us. And as part of the mobile, we are investing in three capabilities, which is the NFC, reading, integration to the Siri shortcuts, and also ability to integrate AI models with integration to Core ML. So Siri integration, NFC, and Core ML integration are some of the capabilities that are coming to the FileMaker Go. Now let me shift our attention to the second track, which is the new products that we are building. As I said earlier, Claris is no longer a single product company. I'm super thrilled to announce the new products. It starts with Claris Connect, which is the integration orchestration platform. What Claris Connect allows you to do now is to seamlessly integrate with the many cloud services that are available, whether it's in Japan or the worldwide. These could be services such as billing, CRM, cloud storage, team collaboration like Slack, all of them. You can seamlessly now integrate into the apps that you create with FileMaker. The Claris Connect also has an integration for FileMaker in the cloud or on-prem. Now let's look at some examples. The first scenario that I would like to do is build a sales automation workflow into my FileMaker app. The sales automation workflow is defined as where you get all the leads from a cloud service such as HubSpot, and then you have an integration into the cloud service where you build analytics, the contextual analysis for the leads that you generate. Then you capture these leads into your CRM. And then from there, based on the type of the lead, either you move it into an opportunity and update that status in your Salesforce, or you nurture that lead by integrating to a mail marketing service such as MailChimp. For this business process, if you want to integrate that into FileMaker, now with Claris Connect, we have this new capability called Flows. You simply go to the Claris Connect product and express this business process as a flow. Starts with HubSpot, the cloud BI service, CRM, mail marketing with a conditional logic. It's a synthesis of three steps. First, go to the Claris Connect. Simply select the apps that you need for the workflow that you want to create. And then as part of the workflow, select the triggers. What conditions will then trigger the workflow to move from one app to the other? How do you want to move the data from one app to the other? あるいはデータを一つのアプリから次の段階に動かしていくか、そして次にアクションを設定します。E メールを送るのかもしれません。マーケティングキャンペーンを
打ち出すのかもしれません。この123というステップでできてしまうわけです。ビジネスワークフローができてシームレスに CRM とも統合されている、これがファイルメーカーの中でできるわけです。そしてクラリスコネクトがマジックをしてくれます。このワークフローに基づいて OAuth の認証からこのワークフローを走らせてくれるわけです。そしてすべてのログも見ていくことができます。作ったワークフローのログを一箇所で確認していくことができます。100以上のコネクターをもうサポートしています。そしてエキサイティングなのは皆様それぞれがコネクターを作っていただくことができるわけです。皆さんのリージョンで人気のあるソリューションに向けてコネクターを作ってください。他のシナリオではどうなるでしょう。このワークフローをモバイルフォンでやったことに基づいて統合することができるか。Siri shortcuts, shortcuts on your iOS device. iOS デバイスで Siri を使っているかと思います。End-to-end のワークフローを皆さんのデバイスからクラウドまでつないでいくことができます。例えばこの例があります。iOS のモバイルでクラリスコネクトが走っていて、でこれがやってくれるもの、デバイス上で作られたショートカットどれでも走らせることができるわけなんです。この例ですけども、保険請求の例になっています。ファイルメーカーアプリを作ります。そして写真を撮ります。まあ、自動車事故などの写真を撮って、そして請求を行うと。そして写真を撮ると、写真を撮ると、写真を撮るとこのワークフローが背後で走っていきます。私が作ったのはこのようなものです。ファイルメーカーアプリを立ち上げてアクシデントの写真を撮ります。そしてファイルメーカーデータベースの ID を使ってクラリスコネクトでボックスに話をして、あるいは CRM とコミュニケーションして、サービスナウとコミュニケーションしてくれるわけです。これによってエンドトゥエンドのデバイスからクラウドまでのワークフローの自動化がこのクラリスコネクトでできるわけです。非常にユニークな能力です。このようなことをやってくれる製品というのはどこを見ましてもこの業界に存在しません。他にはないわけです。これはクラリスコネクトがデバイスからクラウドまでつないでいるという図です。そしてエキサイティングなのはこのクラリスコネクトは2020年 Q1 1月末を目指してスタートしていきます。でトライアルはもう走っていますので、皆さん試してみることができます。エキサイティングなのは、この我々だけがこの製品を見ているだけではありません。この業界でもベストのタレントを雇い入れました。そして素晴らしいフィードバックをくださっています。クラリスコネクトを使うとクリスは今まで何日もかかっていたものが10分間でできたということでした。それだけではありません。我々がクラリスでやっていること、アジリティ、俊敏性を活用していく、ファイルメーカーだけではありません。クラリスコネクトだけでもありません。次世代の製品を開発しています。そしてこの次世代の製品ですけれども、アプリケーションはファイルメーカーのようにすべてのモダンエクスペリエンスを盛り込み簡単なものにならなければいけない。そして皆さんが構築するモダンアプスというのはワークフローが基礎にとして入っていなければいけない。次世代の製品のアイデアとして、我々がワークフローアプスと呼んでいるものを構築できるようにする。したがって次世代の製品はこのような使い勝手になります。ウェブブラウザーを立ち上げます。そしてエクスペリエンスとしてスタートしていくわけですね。クラリスネクストジェンに行きますと、自動的にマーケットプレイスのビューを提供してくれます。多くの方がさまざまなフローやアプリケーションやバンドリングをしてここに挙げてくださっているわけです。そして新しいアプリケーション、例えばフォトショップの在庫管理、自動車ショーの在庫管理といったアプリを入れたといたしますと、このフローが入っているということがとても重要なんですね。この在庫のアプリを開けますと、このフローの中にはもう事前に定義されたテーブルがあります。でオーダーですとかサプライヤー、カスタマーといったテーブルが
あるわけです。すべてパッケージとして提供されているわけです。Want, で、これが欲しいそのものであればこれを選択します。で、もっと重要なワークフローの要素というのを選択をしていって、そしてアイコンで、and select a beautiful icon, このマイクのモーダー、and then go create. Now what Claris is doing, Claris NextGen is doing is automatically creating this app fabric where all the tables that you need and all the workflows that you need are now part of this application canvas. It has a built-in dashboard, some of the flows that you already selected, such as inventory and order the parts and the billing that you already said that you're interested and taken from the marketplace, and some of the objects that are default to everyCanvas or things like calendar and the customer table. You don't have to manually create everything. Everything is already built for you. And from here, what I see is this NextGen product. It has all the workflows that I need, but it doesn't have the ability to add new customers. You can then start something like add new customer, which is a new workflow that I'm creating. Then you start creating a customer, so it seamlessly integrates the tables like what in the file maker with the workflow, like what Claris Connect brings in. You add a new customer record into the table, then you start what needs to happen when you start a new customer. Then I need to go add this customer into my CRM.必要なものというのを加えていく CRM に行って情報を取ってくる、あるいはWelcome email, welcome の E メールを using my email marketing, E メールマーケティングのツールを使ってお客様に送り出すといったような要素があります。非常にユニークな能力ですね。From the file maker side, さまざまなファイルメーカーの中にあるテーブルを持ってくる、それからクラリスコネクトの中にあるフローの考え方を持ってくる、そして一つの統合されたマーケットプレイス AI といってNow let me see how this works. Once you create the application, you now have from within the Claris NextGen, you have the ability to publish this app to the marketplace directly, or you can have the ability to just publish the new flows that you created. And then it automatically goes into your Claris console. You have the ability to go look at the apps in a zoom out, a zoom in way.And then it also gives a view into what are the other applications that might be of interest to you. And once you publish from the console, then you have the opportunity to then collaborate with your team via existing collaboration channels like Slack. So I built the Mike's Auto Shop, and if I want to publish this app to my mechanics in my small business, send them a Slack message, and then the mechanic clicks on the Slack link, and then it automatically takes them to an app launcher. Then they log in. Now here I am like a mechanic. Now this app already has my dashboard for all the jobs that I'm doing, how much money that I generated, and the workflows that I'm responsible for, inventory the new parts, welcome, sign up more customers, and order parts. Now let me look at the flow that I created, add a new customer. Let's say this is a new customer. Now you simply go type the customer name and the vehicle that I'm about to service, then it immediately goes and creates a record in the database, and it also follows the flow that I created, where I go create this customer record in my CRM, and also send a welcome email with a mail marketing service. This is a very, very, very powerful idea, where we have now taken the flows and the objects and made it part of one unified platform. That is Claris NextGen. And like what Wes showed you, we are investing in a common core, the responsive layouts. When you build the app on the web, like what you did with the NextGen, that automatically generates an app that seamlessly renders itself on the mobile. We want all of you to have the flexibility or the capability to build the apps either on the web or on the mobile and seamlessly consume on other platforms. That is responsive layout. We are investing a lot in the responsive layout.So this is the app, how it's natively rendered on the mobile side. So with that, Claris now
さて、クラスにおきまして、このように複数のこのプロダクトというものがあります。ファイルメーカーからスタートします。カスタマーアップです。そして、もちろん私の成功の土台です。そして、これはこれからも続きます。第二のプロダクトはクラリスコネクトです。これはこの統合及びオーケストレーションのこの統合です。そして、こちらのアイデアとして、先ほどのこのデモをお見せしましたけれども、クラリスに出演しまして、新しいコンセプトワークフローアップというものを導入しています。この3つの製品、共通のコアを使っています。クラウドファース、クラウド、そしてウェブサイト、シングルサインオンで、そしてマーケットプレイス、そしてセキュリティも実際に担保されています。同じコアになっています。So with that excitement, what I also share is our recipe for all of you problem solvers. It's about start creating new ideas with workflows, create, integrate, and share. This is our secret. And the future is all about expressing our ideas as workflows. That's in the sense.というところが重要です。And before I end, さて、I want to make sure that 私のプレゼンテーション終わる前に、I want to welcome all of you in our new journey at Claris. 私たちのこのクラウドの新しいジャーニーに参加していただきたい。Our success going forward starts with この成功というのはあくまでも Claris Connect is extremely important for us. We want all our apps to natively integrate with workflows. Please plan to integrate with Claris Connect so that our apps have the capability to integrate with our other services.Number two, plan your journey to the cloud. As part of our cloud-first strategy, when we launch our Claris Cloud in the Japan market, start planning the journey. It doesn't mean that you need to move to the cloud, but start planning the journey. And the third is when you decide to be on-prem. On-prem is extremely important for us. But as part of the on-prem, embrace the cloud-first experience. Means we want you to run on the latest and greatest operating system.We want you to adopt the new console that we are launching with the on-prem server. And the last but not least is the marketplace. As Brad said earlier this morning, marketplace, we are making a lot of investments. We are also making the marketplace to directly integrate into our products like FileMaker, Connect, and the Claris NextGen. We want you to contribute your ideas, whether those are the apps that you create, whether those are the apps.Add-on components that you create, or the flows, we want you to contribute to the marketplace. And at Claris, our success has always been defined across three things. Number one, it starts with you, the problem solvers, where you have the ideas across all different workplaces, whether that's aviation, healthcare, education. You start with the idea, and using our Claris Workplace Innovation Platform products, with FileMaker, Connect, and NextGen, and the strong ecosystem and the marketplace, all of us together, working together at Claris, anything is possible. So excited and thrilled to be here with you all, and thank you so much, and I'm looking forward to our exciting journey ahead. Thank you. これからのジャーニー一緒に楽しんでいきたいと思っています。ありがとうございました。